はい、どうもこんばんは。3人のまたマインクラフトがやってまいりました。ほら、今回この家族らからですね、私のスキンが変わりました。さて皆さんどうぞ。あ、ユキいた。エリちゃんは？私ね、すっごい空高く飛んでるわ。着いたので今外行きます。はい、びっくりした。めっちゃ飛んでた。皆さん年齢の時間ですよ。年齢の時間。あ、そしてね、エリちゃんこっちですよ。こんばんは。こんばんは。あ、まずちょっと寝てください。寝てください。あの、モンスター、まあ、骸骨だらけになっております。外が、ちょっと。モンスターがいるため寝れませんね。だって。やばい、これちょっと戦いに行かんとあかんぞ。あ、横のフォッフォって言ってるおっさんがあかんのやわ、多分。いた。あなただな。こいつか。そう。キエー！あら、キエー！キエー！キエー！テイ！テイ！あ、あ！よし、やっとりました。ちょ、戻ってこい。あら、まだか。あ、いるいる。これや、ゲイン。ほら、この人や。よし、もう寝れるぞ。上にいたんやま。はい、皆さん集合。はい、どうも皆様こんばんは。こんばんは。どう？僕のスキン。なんか変わった？え？あ、人参うまいの。え？気づいてくれんの？靴履いた？顔違うでしょ、いつもと。違うかな。あなたの画面で見ると違うような。マイクラピーの時書いてなかったのにずっと。はい、ならもう早速作業行こう。もう、 もう頑張って書いたのにスキンを。はい、なら本日エリちゃんどうぞ指令をお願いいたします。2階をおしゃれ空間にしたいんですよ。なんかうまいことお願いします。はい、わかりました。はい、ではですね、早速ちょっと行ってみましょう。お、材料集めてくれてんの？はい、材料集めといてね。さて本日ですね、ちょっとこちらの方2階の方触っていきたいと思うんですけども、現実世界はね、あのここ今から漆喰塗るんだよね、白い漆喰。うん、知らないの、エリちゃん？うん、このこれじゃないか。これ前はこれ石膏ボード貼ったっていう意味なんやけどさ。あー、そういう意味ね。うん、やけど漆喰も同じ色だから今回何にもしないみたいな。ほんで、こっからもうちょっと現実のリアルマイクラとね、違ってくるんだけどさ、こっからいろいろ2階作業の方をやっていこうかなとね。はーい。なんか材料ある？階段とかあるかな、えいちゃん？ないですね。階段、ちょっとみんな持ってきて。はーい。どこにあんの？こことか、そこそこそこ。ある？あ、ある、5個。階段ブロック、5個あれば十分だわ。で、小屋行くよ。な、えりちゃん階段を持って、私めがちょっとね、サポートしますよ。こんな感じ。あれ？ちょっと1マスずれてたかな、俺。ちょっと待ってよ。えいちゃん、ちょっとなんか僕、ずれちゃったみたい。なんかさ、ここで多分置いていくような感じになると思う。うん。はーい。ここに置いていく感じ。とりあえず、わかるかい？ここ、隣？そう。ほんで、手前にももう一個。そう、さあ、置いていってくださいまし。はい。ほんで、そのまんま上の方登って、一段ずつ。左の方だよ。そう。こんな感じ、こんな感じ。はい、そんな感じで完成でございまーす。ちょっと2階きれいにしておくよ。きれいに？なんか砂とか置いてあるで。はい、やってきました、2階の方に。あー、これ雪また。羊毛が必要ですよ、ゆきおくん。どんだけ？大量の。おぉ。この砂取る？うん？砂壁。うん、砂壁取っちゃおうか。砂壁取って白くしたやろ、2階も綺麗にさ、うん、なんか将来カフェ目指すんだっけ。うん、ここでマイクラカフェ。マイクラカフェ。うん、何、なんかエリカフェとかじゃないの？何でもいいんやけど。え、何でもいいの？うん、何、それが夢になったの？いや、夢ではないけど。夢ではないの？うん、日が沈む。2階増すぞ。うわぁ、この階段気をつけなあかんね。うん、そうやの。現実の階段も落ちる予想ありまくりやもんね。現実の階段は怖いわね。うん、階段もちょっとリフォームしよう、綺麗に。うん、どうにかできるもんかな。さあ行くぜ行くぜ。さあ、毛刈りや毛刈り。私はエリちゃんの上の内装綺麗にしててよ。おーい。ちょっとこの階段が急すぎんのもさ、俺なんかなーと思ってたでさ。じゃあ僕ちょっと階段のリフォーム舞台行きます。おーい。どういう階段にしよっかな。あの、L 型に曲げてもいいかな、階段って。どう思う？いいと思うよ。で、そういう路線で行こう。こんな感じで行けるかな。今もう一回降りられなくなったからね。よーし。あれ？何の音や？多分私かな。気をつけてね、みんな。おーい。え？また落ちた。綺麗にしてたら。おかえり、エリちゃん。ちょっと野菜食べてくるわ、やばいで。どう？あ、復活した。もういっぱい食べとこう。
先行くぞ。はい、ちょっと待ってください。ご飯食べてる私も。あ、やべ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 、下にいっぱい穴あげつんだ。エイちゃんと同じことしてんだ。そうだ、今建築中だった階段。一回行けんね。うん、じゃあちょっと座ってるわ。座って休憩してんの？うん、ちょっと待ってね、すぐ行けるようにするね。で、ここら辺から綺麗に曲げればね、多分うまくいくかなと思ってるんだけど、こっから上がれるようにした方がいいのかな。はい、どうでしょう。いいじゃないか。上がれるようになりましたよ。今度エリちゃんも上がりやすくなったんじゃない？うん、落ちんわ、これの方が。ほら、よし、できたできた。さて皆さん、調子はいかがでしょう。順調順調。ふな、エリちゃん2階の方やってきますか。うん、ヤモさんがどこにあるの？羊さんロケ、ここのボックスに入れといたよ。さあ、どんどん取っていってくださいな。あ、やばい、夜だ夜。あら、あらららやべやべやべ、なんか俺変なとこ穴開けちゃった。ここはもう階段ってことで埋めておこう。さあ、皆の者、夜だ夜。ねん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 。エリちゃんどこ行っちゃったの？こっち。こっちだよ、ベッドある場所。はい。いらっしゃい。オッケー。よーし、な、羊毛梅の方行きましょうか。はーい。さあさあ、じゃんじゃん貼っていってください。えちゃん、ここ窓増やしたいよね、カフェするならさ。はいね。ちょっとが暗いよね、2階1個しか窓なくない？うん、日通しは良くしたいね。うん、なんか頑張ればさ、横ら辺にも窓つけれそうよ。っていうか、この下がさ、望むと川でしょ。うん、で、ここになんかでかい窓つけたら素敵じゃね。ね、ね、やりたい。やりたい。うん。あれ、はまっつんだ。えりちゃん消えた。なんか穴開いてる、危ないね。お、ちょっと穴塞いでおくわ、えりちゃん。どうだ、ゆきおくんも。順調順調。あれ、もう羊毛ないざに。うんぱんうんぱん。はい、どんだけあんの羊毛は。めっちゃある。わ、めっちゃあるわ。もうこれ楽勝やぞ。おしゃあな、2人でもバンバン張ってってください。はーい。お、そういう高いところの作業もできるようになったんだね。うん。ゆきは？あ、ゆきはもう手慣れたもんやな。すいすいすい。さすがやな、さすがはバンガ弟。はい、はい。あ、間違えた。あ、一緒や、俺と。はい、よく間違える。さあ、じゃんじゃん2人とも作業していってくださいませ。パスパス。ここも全部？冬あったかそうやな。冬あったかそう。でも隙間数いっぱいあるよ。あ、そっか。綺麗にしてかんとね。あ、エリちゃん、せっかくやで窓つけない？うん、どこに？あっちの横らへんにさ、ガラスあったっけ？ユキ、ガラスあった？ガラス、うん、ちょっと探してきて。ガラスどっかにあったかもしんない。ここらへんにさ、窓またさ、横に入れようよ。今僕、アナンバー開けとくで。ガラス、今ユキ、ガラス持ってくるわ。窓つけよう。うん、あ、もうちょっと大きくしよっかな。え、現実世界の窓つけれるんか？つけれるぞ。簡単に壁に穴開けて、ふんで、そのサイズの窓を注文すればいいだけなんや。へぇ、よし、こんな感じでいいかな。おー、いいじゃん。ここにも窓、よし、できたぞ。かぼちゃつけるか？かぼちゃ？あ、ランプ？うん、取ってくる。かぼちゃ枯れるかな、枯れるかな。あ、枯れてる、エリちゃん。うん、もういいぞ、ほんで2個ほど。うん、完璧よ。うん、じゃあかぼちゃ照明、上に2個ほど置きたいなと思ってるで、ちょっと設置しやすくしとくわ。部屋の中心ここだな。エリちゃん、登れるかな、これ。登ってみる。ここまで登って頂上の場所にさ、うん、かぼちゃランプを置いてほしいんや。ここ2つ奥で。うん。あ、やばい、夜来たで。あ、待って、かぼちゃまだやわ、エリちゃん。分かった。一回に行こうよ。夜、俺一番。おやすみなさい。よし、かぼちゃつけよう。うん、それかぼちゃさ、まだ光らんのやって。やで、道具箱の中にちょっと預けてくれるかい、2階の。2階の。うん、俺光るやつにしてあげるで。もう一個。よし。それまだ開いててね。はい。もう OK？ うん。じゃあ光ってる。光ってるやろ？何したんや？もうちょっと魔法をかけたいでさ、俺。よっしゃ、置いてください。置いてください、エリちゃんの目の前のところに。ポフンと。そう。ほんで、こっち側も来れるかな。ポフンと。はい。あとはね、これをペッて置いておくと、ほら、わかるかな？おー、ついた。わかるかな、エリちゃん。うん、見えた、見えた。今俺がやったこと。んで、これ壊せばいいんか。そう。あ、ゆき、窓ガラスも貼ってって。はい。どうこれ、ほら、うん、吊り下げ式にしたの、これ。かわいい。かわいい？うん。
やっぱカフェならこういう吊り下げ式の方が可愛いやろ。うん、よくない？いいね。ほんでさ、ちょっと机の方ですね、設置していこうと思います。おーい。ほい。エリちゃん、机の位置はどうすればいい？やっぱ窓辺がいいよね。うん、窓辺に2つ置いてください。はい。ほんならね、エリちゃんちょっとこのボックスの中からさ、四角いやつ取ってくれる？うん、四角い白いの。四角いやつ。ちょっと作戦があるで。ほんでさ、この真ん中のやつの上にポンって置けるかい？この上。そう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 。ほら。おお、すげえ。どう？いいじゃん。どう？な、ここにも、ほい、今作っといたよ。パス。ほら、どうよ。ちょっとなんか現実味を帯びてきたかい？うん。あとはどこに席作っとく？ただどうしようかな。壁側にもいくつか席必要だよね。どんな感じにする？カウンター席を。カウンター席。うん。どこら辺に設ける？階段ら辺になるかな。ここら辺になるか。カウンターかっこいいの。うん。すごいなー。ちょっと待って。置き方間違えた。ほら。おお。どうよ。カウンターの奥に人入れた方がよくない？え、カウンターの奥に入れるか、ギリ。え、カウンターはカウンターじゃない？調理場は1階やろ。いやで、人入るスペースなくない？ここはなんかこの隙間に入れんかな、うん、入れるスペースか。お話できた方がいいわ。あ、んじゃあちょっと場所変えるわ。これアイディアマンやの、エリちゃん。そらどう、混んで。うん、いいね。こっち側だけでいいやろ、入れるの。うん、どう、こっから入っていく感じやけど。入ったよ、ほら。どう？おお。いらっしゃいませ。コーヒーどうぞ。あれ、2人でやるの？いらっしゃいませ。何人でやるの、ここのお店は？3人ぐらい、スタッフは。3人ぐらいでやるの？うん。えいちゃん、さっきのカーペットは？机の上に敷くやつ。カズさん持ってると思う。見てみ、ほら。あら、俺3つあるわ。3つしかないわ。もう私4つあるわ。あ、ちょっと並べてってよ。ファスンファスンってして。あー、また人を殴ってしまった。暴力振るわない主義なのに否定してや。なんかいろいろ主義っていうか当たり前だよね。そうだよ、人として人としてね。うん。あ、ちょっと一晩寝てから、もう次のお昼ぐらいで終わるぞ。ふう。よし、終わるぞ。はい。雪も上の方張ってもう終了だよ。はい。あの上きれいにして終了だよ。中途半端に。そら。あら、階段のどっかから届くかな。ここの端から届くわ、多分。ほっ。よーし、いけたー。あれ、エリちゃんは？いるよ、後ろに。はい。あ、いた。あら、カウンター入ってください。はい。二人ともカウンター。はい、皆様、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと今回はリアルマイクラとは違う内容のことやったんだけど、リアルマイクラでは多分、漆喰とかそっち塗りの方始まってるかと思います。どうでした？皆さん、なんか楽しかったです。なんかカフェのなんか形見えたよね、ちょっと。うん、見えた。やりたい。綺麗じゃない、ほら、ね、形がさ、シンプルでいいよね。いいね、こんなことできたらさ。うん、うん、お知らせします。わかりました。うな、もういつになるかわかんないけど頑張ろうねだいぶ先、ね、はい、頑張ろう。じゃあまた次、皆さんお会いしましょう。せーの、バイバーイ。